はい、どうもラッキーです。BF1 やっていきます。今回は看護兵からの、兵科ランクが、10になるとアンロックできるこちらですね。セルブストラーみたいな名前の、読めないですね。こちらでやっていきますと、なんかかっこいいの手に入りましたね。倍率ね、これ高い方がいいと思います。っていうか、まあ後々ね、武器の説明はするんですけど、やばいねっていう、この、いやー、ちょっとね、これはね、玄人向けだねっていう、いやー、玄人向けとかの問題じゃないね、これは、おそらく。相当ね、難しい。2倍、あ、いいね、2倍がいいわ。そう、5発、びっくりでしょ、これ5発ですよ。まあ、てかね、その兵科ランク10でアンロックできるよっていうね、武器の紹介しても、まあ、今更感ですよね、結局。まあ、前回ね、紹介した武器もそうですけど、今更紹介したところで、まあ、多分みんな持ってるよねっていう、まあ、別にだから、そこまで詳しく紹介しないですけど。とりあえずね、5発ね。で、敵をやれる相談数が、まあ、最低で3発かな。だから、もう何、5発で1人って感じかな。まずね、この武器で2人持っていくのは、まあ、不可能ではないですけど、無理だね。だからもう連戦がもう相当きつい。で、ほんとね、あとサブに頼らなきゃ無理、もう頼りっぱなしですね。まあね、ちょっと1時間ぐらいこの武器使ったんですけど、まあまあ初見よりかはまあね、そりゃ慣れましたけど、やっぱりそれでもこの癖のあるこの武器ね。で、リロードタイムがすごい長いんですね。まあ5発撃つと、まあ前段補充なんで短いんですけど、そこも注意。こう一発残しだと1、2、3、4発詰めるのですごく長いので、もう一発二発ならね、もう空打ちするっていうのをおすすめしますね。はい、もうほんとね、まあ、今作ね、どの武器もそうなんですけど、まあ前段打った方がね、リロードタイムが早いっていう、特にね、この武器はそう感じますね。そうというか、もう時間的にそうです。で、もう2発残ってても1人やれないんで、だから本当に、だから空打ちした方がいいですね。まずい、ちょっと待って。いやー、今の3発外すか。まあまあまあ、やっていきますけども、やっぱ予想以上になんか時間かかっちゃうね。なんかもう少し早くね、この兵科ランク10でアンロックできる武器を紹介したかったっていうか、使いたかったんですけど、やっぱ結構時間かかってね、次回の兵科ランク10で突破できるのを狙えるとしたら、援護兵の武器ですかね。あれが次に、今が大体8ぐらいだったかな、大体ね。それなんで、まあ次回は無理かな。まあ近いうちに多分使えるかなと思います。まあまあ、このね、すっげー難しい武器、まあネタ武器かな。悪く言うと、まあ、よく言うとロマン武器かなっていう、まあ、ロマンを感じないですけどね。もう使ってる人は見たことはありますけど、まあ、あんまいないよね。あんまいないよね。世界ランカー目指す方はね、この武器おすすめしますね。もう何か一つの武器でね、まあ、キル数でも、まあ、KPM でもいいですけど、まあ、何かトップ目指したいっていう方、まあ、トップじゃなくても上位をね、っていう方はもうこの武器おすすめしますね、もう。多分ね、一番競争率が高いのは MP18 ですね。あれは多分みんな使ってますし、もう大体みんな、何？星10とかついてるプレイヤー結構いますからね。今のトップだと何キルぐらいするんでしょうかね。
そこら辺も気になるところですけども、どうなんでしょうか。トップね、ちょっと破壊してほしい。これ使うか。あー足らん。来るか、上がってくるか。さあここから、違うか。チャーリーへゴー。いいね、分隊長命令出してくれるのありがたい。さあ普通に見えるけども、部屋中多いな。部屋中に打ち下ろし警戒じゃないですか。 OK。本当ね、連戦が向いてないんで後方で戦うって感じですかね。あとやっぱサブをうまいこと使いつつ、わあ落ちちゃった。あと一発でも撃ったら打ち切りまで撃つ感じですかね。なんかそうそうそう、なんか数発撃ったらもうそのままトントントンって撃っちゃった方が楽かな。変にね数発残して空撃ちっていうよりか、もう倒したと分かってでもね数発もう撃っちゃうっていう方がいいのかなってのも思っております。まあまあもちろんね、まあ悪いとこだけじゃありませんから、まあ精度はね、いいです。精度はいいんですけども、まあ頭出しね、抜けるかなっていう。ただまあ、それもね、もう弾使わなきゃいけないんで、まあ3発とも頭に合わせる。まあ、3発頭に当たればやれそうな気もしますけどね。まあリコイルはね、まあ感覚としては、まあ普通かなっていう。まあ、他のに比べるとちょっと上がるかな。どうなんだろうか。あれやれるか。どの距離も3発なんでしょうかね。近距離でも遠距離でも、まあ遠距離3発ならまあまあって感じしますけどね。まあ、胴体3発でも、どうなんでしょうね。まあこれをうまいこと使って見せれるようなプレーをできるか。スナイパー怖いな。92か。あーちょっと上で待って、どうする。 OK、 もうね空打ち。うわ入ってくるね。もう一人結構なんか撃たれてる。部屋中入られた。で腰打ちもね当たりませんね。ナイス。言うてなんでちゃんとねしっかり狙わないとダメと。ちょっとさっきからここしか映せてないな。見栄えがやばい。あれスナイパー、逃げればよかったね。あれで頭出しやれるって言ってもね、まあサプレッションを当ててワンチャンあったかなっていう。どうだ、裏取りしてもね相談数ないから、今のやれないか。そう相談数ないから一人やってバレてやられるっていう。まあだからサブに頼るしかないんですね。言うてまあだからサブ結構ね、なんだワンオンワンでも戦えるようなね武器ね、 C なんだっけな、 C93?止まったからそれはやられるか。分隊が少ない、まあいいか。
目標常時を確保。今のスナイパーはやったよね。オッケー。よいしょ。一発一発の間隔を空けて撃った方がいいのか、それとも連射して撃った方がいいのかもわからない。遠くならもう少し間隔空けてね、ちゃんとタップ打ちした方がやっぱいいのかな。タンクか。蘇生しよう。ヤホーを使ってこっちまで来ないかな。おわお、乗れなかった。星26ってことは、2600キルかな。結構ね、乗り物系でね、星40ってのを見ますね。4000ですからね、なかなか極めてますよ。まあ、武器でもね、結構もうなんだ、2桁台は結構いますしね。3桁はさすがに見てないですね。そろそろ3桁台もトッププレイヤーなりいるのかな。もうね、お、今のやれんのいいね。まずい。おうほ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 う、精度がいい。裏回られてるけど気づいてるね、ちゃんとこのプレイヤーは。ちゃんと、ああ来たな。オッケー、ナイス。一発待てらんなかったわ。やばい、ちょっと時間稼いで。いやー無理か。まあまあしっかり味方がやってくれるでしょう。さっきの感じだね。うん、結構遠距離やれる。来てるぞ。やばい。やられちゃうな。こんだけいればいけるな。よしよし。中央4箇所拠点取られてんのは結構辛いけど。あー間に合わない。あー上取られてる。結構上取られてるのはでかいけど。おお、しっかりストッピングして撃ちたいから結構止まるけど、やっぱ狙われるね。一回動いて撃ってみるか。どうだ、中距離あたりで結構わかると思うけど。うん、近距離すぎて差がわからない。ちょっと待って、蘇生。いや、待って、あーダメだ、死ぬ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 。ランダムで上で湧いてんのかな。まあ味方だもんな。まあいいか。ちょっと、フレディからちょっと分隊申し訳ない、抜けさせてもらうわ。フレディからエドワードを取って防衛したいね。味方のね、なんだっけな、船目標アップ量喪失が出てるから、それをね、まあ守るというか。ここね、敵に取られると結構ね、船のね対策がしやすいので。ってことはそうだよね。ごめんごめんごめん。あれ、あれ、ここでやられたんじゃないの。オッケー。
こね敵に捕らえると結構船がすぐやられるから、そう、まあ、逆にね船出されたらここを取ればねすぐやれるっていうところはあるんだけど、あーまだいるな、まだいる、どこだ、わかんないな、いた、青、そこか、防衛したいね。味方は割とバター付近にいるけど、まあ入り組んでるところだからな、ここあんま向いてない。同じとこにいるという予想ならばこれやりたいな。さすがにこれは OK、 いないな、これはな、お、いるよな、みんな気づかなかったか。 OK、 蘇生するぞと、してくれた、ナイス。あと一人、これは中かな、やったかな、よしよしよし。さあさあさあどうする、エドワード来てないから、は当たんないか。なんあれだな、ちょっとこう上上がりたい。いやー撃たれるか、そうかそうか、ここ結構いるかな、ここで抑えたいね。おおおおまあなんとかね、まあキル数は及ばないけど、よし、OK、蘇生するよ。下は回ってないかな。わあ、そこか、味方も気づいてないね。星515000キルだね、素晴らしい。結構敵いるけど旗は防衛できてるのか。あー、あの上捉えてんの厄介だな。ちょっと上制圧しに行こう、から回れるから。敵は何、あのボートは引か、急に敵数が増えたのが何なんだ。さっきいたのそこかな、やばい、降りてきた、気がしついてないね。いや、わかんない、とりあえずこっち見ようか。多分ここのもう一個上かな、いるでしょ、あそこか。いやー、やれない、顔出さないかな。撃ち下ろすか、いないけど、これはどこだ、もう一個上だよな。へい、旗も取れそうだね、これやっぱ上だよな、あそこにいる、顔を出せばやれんだけど。目標フレディを確保、無理だな、ここは死なない。オッケー。ここはもう無駄かな。ちょっとここにいるプレイヤーは。だったらバターから来る敵を警戒した方がいい。下いるな。どこだ。わかんない。おい。やられるセダービー。あれ、ここで数人やられてんだけど、大外回ったか、もしかして。
もう一人いるはず。あ、馬だ。あー、スポットできなかったな。それで一人と、あといるね。バレたかな。詰めてもいいけど、いやーちょっとこの武器じゃやれる自信がないから味方に任せたいけどな。そこで分隊湧きされてね、詰められたら嫌だから一応見とくね。来たな、あげられた。200ポイント差、どうだ。味方のドレッドノート動いてなくない？結構こもってるパターンか、これは。いやー結構いるよこれ。ちょっと1枚下がってどこで守るかな。裏、どうしよう。あーこれ死ぬわ。おー、わー、ちょっと微妙になんか間を空けて殺すのやめてほしいな。死ぬって思っても隠れなかったら。さあどうする。ドレッドノートの体力も半分になって、てかなんかみんな乗ってない感じだね。てか動いてないからな、他のあの手法一番石以外は多分使われてないんだろうな。他はだって、届かないもんね一番石以外は。だからちゃんとね運転しないと一番石。わお、ボートか、なんだあれ、固定機銃か。これ蘇生すんの怖いな。よし、オッケー。さあどうする。おお、うん、跳ね上がりかな。わお、やれない。結構撃ってるな。いやーまずい。目標ダフを喪失中。全部南側の陸地が捉えてんな。普通ドレッドノートがいる場合はね、こっちはもう制圧できちゃうんだけどね、城側もね。こっちにいた敵プレイヤーは回ってきてはないか。ってことはまだここに溜まってそうだね。やられた。蘇生、あー回ってきてるわ。読みが甘いな、くそ。目標ダフを喪失。ダフ取り返せないか。結構味方人数いるんだけどね。いやーちょっと待って、うわっ、やれないかー。まあもう一人いたからな、まあ無理だろうけど。今の打ち勝ち方だったね。終わるか。いやーまあ200ポイント差か。埋まらなかったね。来るぞ。
標フレディを喪失中。上ちょっと対策できてるか。あーまずい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 、危ない。もう一人やったかな。わお、わあ燃えてる燃えてる燃えてる、死んじゃうよあのプレイヤー。ああ後半落ちたか。ああ敵のキル数がすごいね全体的に。ああでもうんまあいいかもうね全体的にキル数がね高いの結構好きなんですよ。あとスコアとかね、スコアがねみんな1万スコア超えっていう試合好きですね。ああでもフラッグ防衛いただきましたね。というわけで今回なかなか癖のある武器使っていきました。どうでしょうか、みんな持ってるよね多分ね。というわけでラッキーでした。チャンネル登録コメント評価お願いします。 I'll be back。